まだ始まりました、もちっちゃんでさ、今回はですね、はい、はい、DJ ソーダでしたっけ。あーどうも DJ ソーダですDJ じゃない方のソーダですけど、はい、ゲーマーの方ですね、はい、今は東大の4年生、今4年生ですね、科学科ですね、はい、理学部の、そして理学部科学科で、まあちょっとね、いろんな付き合いがあって、いろいろ不思議で豊洲公園も手伝ってもらったりとかねしてて、もうスーパーすごいソーダさんなんですけど、いやいやいや東大で、だってゲームでね、はい、うわーってやめっちゃ知ってくれてるんですね、はい、で何のゲームでしたっけ。あ、クラブマスね。あ、そうだね、僕ら一番実物と身長の差が激しいと言われる、はい、らしいです、ね、2人ともやっぱ160センチ台に見られるんで。いや、そうですね、僕はまだ分かりますけどね、森哲さん高くても、僕は70なんですけど、ソーダ君は僕は81とかね、そうそうそう、81なんで、もうびっくりしますよ、見たら本物見たら、ってなる人ランキング1位とか。ソーダ君やっぱり渋々言ってるんで、渋々なんだ渋々って、はい、そうですね、渋谷教育学院渋谷行ってます、はい、渋々どんなとこなのかしたいんですけど、いいす、ね、教えてもらっていいですか。そこからどう東大まで行ったのか。そうですね、もう中学受験は渋々、今偏差値10ぐらい僕の頃から上がってるんですけど、うん、そうですね、はい、僕の頃サピックスだと55、6とかで、あ、へえー、そうだった、ね、まあ、つくこま70、はい、改正66、はい、まあ、そこ目指してたんで覚えてるんですけど、はい、全然そこに僕は届かず、うん、でなんならそれより下の渋幕とか会場とか、うん、はい、でなんなら偏差値50とかの市川も僕落ちて、あ、そうだったんですか。そうなんですよ、6個中1個しか渋々しか受かってないんで。いやいや、じゃあまさに渋々に渋々行ったわけですね。あまり良くないですけど当時はでもそういう生徒多かったと思いますよ。あ、やっぱり1日改正応印あたり落ちて、うん、まあ、驚愕なんで、うんうん、基本的に第一志望は少なかったと思いますね、当時は。でも最近だともうね、東大の合格者数もこう増えて、そうですね、記事とか見たらね、昔はコギャルの巣窟だったみたいな感じでしたけど、そこまで俺前じゃないですけど90年代だろコギャルって思ったけど、そんなとこなんですね、はい、ってことはやっぱ自由な校風だったんですか。あ、めちゃくちゃ自由でしたね。ちょっとじゃあどういう感じで東大合格まで行ったのか、渋々から。あ、いいですか、ちょっと聞かせてくださいよ。まあ、僕帰国子女なんで、はい、まあ、4歳から9歳までイギリスで、はい、イギリスって超自由なんで、うんうんうん、本当遊んでた覚えしかないんですけど、はいはい、でも日本帰って小5小6日本だったんですけど、うん、結構やっぱ堅苦しいって言い方は良くないですけど、うん、まあ自由度は落ちて適応に時間はかかったんですけど、うんうんうん、そしたらしぶしぶ入ったら逆にめっちゃ自由になって、はいはい、あ、すっごい海外チックやなっていう。お、なるほど。でめっちゃ自由で、でも僕結構保守的なんで、はい、まあなんかテストは絶対やらなきゃみたいな感じだったんで、中1中2とかはもう定期テストが、うん、まあ一番大事だよねみたいな、うん、もう帰国子女だったらもう英語は余裕だったんじゃない。中1中2は余裕でしたね、英語は、うん、まあ学年も10位から5位ぐらいで、うんうんうん、まあ東大当時20人ぐらいですかね出てたんで、うん、まあこのまま行ったら東大には行けるかなっていうぐらいだったと思うんですけど、中2で普通に勉強嫌になって、で中3からちょっとサボって、うん、でそしたら英語とか中3でもう普通の人に負け始めるんですよ。帰国子女がそうなんですよ。中1中2とか僕全部100だったんで、確かに。で中3入って急に負け始めて、うんうん、でなんかやったら追い抜けるのかなって思ったら、うん、結局高1高2も追い抜けないまま、うん、英語すっごい嫌でしたね。そうなんですね。しぶしぶは超英語できますよ。だから今なるほど、帰国子女多いっていう環境もありつつ、さらに一般の方の英語力もめちゃくちゃ高いんで、うんうんうん、それ帰国子女入試じゃなくて普通の入試で行ったんですね。そうです、そうです。おー、なるほど。まあ文系じゃなくて理系に行くわけですもんね、そこでね。そうですね、数学の方ができるかなっていう印象だったんで、うん、理系行って、うん、でも数学は僕鉄力行ってたんで。あ、はい、鉄力、はい、そうですね、まあ、高1ぐらいで結構結果出始めて、うん、おうおうおう、鉄力でめちゃくちゃ量やったんで、うんうん、まあやり始めたのが高1の夏とかなんで、うんうん、その結果高1の最後の方には、うん、まあ、鉄力でやった範囲だともうぶっちぎりできるなみたいな感触、数列なんですけど、はははは、60分の試験で、まあ、35分で終わってで、確か満点僕しかいなくて。なるほど、結構これやばいなと数学は量やったらいけるんだみたいな。お、なるほどなるほど、感じで、で理系行きましたね、そこで。でも理系が多いですか、学校自体。そうですね、64ぐらいですね。64ぐらいで、僕の代は55だったんですけど、うんうんうん、基本やっぱみんな物理嫌いで。あ、そうなんですね。やっぱり文系行く子は多いですね。物理が分かれ目、ね、そうですね、基本別に数学みんなできるんで、うんうん、なんで物価で、まあでも渋々はやっぱ女子も多い反面、ああ、そうですよね、得意科目が数学とかって人はあんまいないです、うん、そうなんですね、理系でも得意科目聞いたら多分ほとんどの人英語国語あたり答える気がしますね、理系でも、理系でもですね
へえ、めちゃめちゃできますよ英語国語。ああそうなんですね。もうじゃあ英語国語にすごい力入れてる学校。まあ授業めっちゃいいですね英語国語は。 あそうなんですね。国語とかはごめんなさい、僕国語東大国語とかも僕は合格者の半分とかしか取れないんで。ああなるほど。まあ強制とかも平均ぐらいなんで、うん、国語は僕ちょっと分かってないんですけど、うん、授業めっちゃいいらしくて。あそうなんですね。授業いいらしくて。僕はできないんで。らしくて僕内容分かんないんで。古文の品種分解とか写してはいるものの、別に自分で絶対できないんで、うん、英語の方はやっぱすごかったですか。英語はやっぱ帰国子女入試が20人ぐらいなんですけど、はいはい、僕常に200人中だから50番とかだったんで、はいはいはい、普通に一般の人にも30人ぐらい負けてるみたいな。ああなるほど。結構まあまあ難しいですからね、渋幕も渋々も帰国子女難しいらしいです、ね、はい、英語の問題、はい、見たことありますけど、はい、見てください見てくださいって結構来たんで、まあ確かに難しいですよ。そうですね、はい、まあ、基本みんな英検級持ってるみたいな。ああはいはい、はい、もう大学入試ですもん完全に。あそうですね。完全にそれそうですもんね、英検1級あったら大学入試いけますもんね。そうですね。だから渋幕かな動画にしたのは。あそうですよね。ネイティブがよく間違うものとかも出てきます。ああそうなんですか。ネイティブが文法としてよく間違っているやつとかが問われてて、なんでじゃこりゃみたいに思いましたけど、ね、英語はでもあれですね、僕鉄壁とか開いても、はい、単語ほとんど知らないんですよ。なんで9歳までイギリスなんで、まあちょっと英語まあ微妙な状態で戻ってきちゃったというか。なるほど。なんでイギリス英語で話すんですか喋るとき。そうですよ。イギリス、いや僕自覚ないですけど。ですか。イギリス名前らしいですね。ウォーターとか言う。ウォーター、ね、これ似てるらしいですけど。わらとは言わないわけですね。単語もだから覚えたことないんで、うんうん、単語も覚えられないわ。で文法なんて中1中にすっ飛ばしてて、中3から高校の文法始まって、いや知らねえなあれなんです。今教える側になって、はいはい、やっと SBOC 何かとかは教えられますけど当時分かんないですから。なるほど。もう感覚で解いてた。もう、あ、もう途中までは理論でやろうとしたんですけど、もう高3になってもう無理だなってなって、うんうん、もうとりあえず演習積んでなんとかっていう。それで東大語はまあいけた。ギリそうですね。危なかったですけどね。まあリスニングはね当然できると思うんで。あそうですね、リスニングは助けられました。リスニングとライティングできるとめちゃくちゃ強いんで東大語。ああそうですね、確かに。リスニングできて、でライティングで時間パンと解いてやれば、はい、他の人たちもそれで時間かけちゃってもう終わんないんで全然。あそういうことですね。ライティングがさっと終わる人は確かにすごく有利なんですよ。めちゃめちゃ時間有利なんで。それでも僕 4A 捨ててましたけどね。捨ててた。やっぱり、はい、捨ててる人多いですね。いや、そうですね。やっぱね、1B とね、捨てる人多いんで。そうですね。僕、5とか30分ぐらいかけてたんですけど、まあ長いですかね。結構長くやってますね。英語は弱かったですね、そう考えると。やっぱ数学で、本番は。そうですね、数学が、まあ、国語さっき2分の1だったと思うんですけど、うん、数学は逆に2倍ぐらい取れたんで、6学ラインだと。え、覚えてます点数とか当時。いや、覚えてますよ。YouTube とかでも出してるんで。さすがや。今日で 85% とかですね。ああ、85% で、2次が。合計プラス30ぐらいですね。ああ、なるほど。合格ラインプラス30ぐらいでもう受かったわけですね。周りいました、渋々で一緒に受かった人とか。そうですね、学年200人なんで、はいはい、まあ大体優秀な層は大体まあ6年もいれば分かってくるというか、うん、ああなるほど。確か僕ので30人ぐらいなんで、ああああ結構受かったなっていう。ああやっぱり受かってるねみたいな感じでした。あそうですね。でも理系は僕の多分ちょっと前ぐらいから理系の難科が始まってて、はあはあ、理系がやっぱ意外と落ちちゃったなっていう感じしましたね。文系が結構いった感じですね。あそうですね、うん、なるほど。じゃあちょっと英国に力入れたい方はぜひ渋幕を。そうですね。あ渋幕じゃねえ、渋幕を、はい、ちょっと検討してもらえればと思うんですけど、どうしてそんなゲームにハマったんですか。いやもう中3で勉強嫌になって、うん、中高すごい渋々はすごい考えさせる学校って言われてて、うんおおいおい、まあ、自分で考えろと校長がすごい言う。自重自重自重ですね、はい、細井さんの塾の後ろに貼ってるですね。あれ見てびっくりしたんですよ。俺細井さん渋々かと思ったら渋幕の方やったっていう。自分で考えた結果、いやでもなんかないといけないみたいな、あ得意なものが何かみたいな焦りとか、うんうん、で勉強はちょっと厳しいと、うんまあ、勉強なるほど、はい、勉強その5位まで行った後うん、ちょっと1位とだいぶ差あんなって思っちゃって、うんうん、厳しいなと思って、うん、中3で YouTube もやったんで、うん、確かそうです早いんですよねすごいやっぱ、ね、ゲーム実況なんですけど、うん、中3でゲーム実況やって、でそのついでにだからゲームもそこからやって、うんうんうん、いろいろやりましたね。でもテニス部やったんで、おテニススクールも通いました。あとなんかやったかな、なんかでもいろいろ試してはうまくいかずで、まあでも残ったのが YouTube ゲームみたいな感じです。あそういう感じだったんですね。でゲームやってチーム戦とか、あれはそうですね高校対抗なんで。あ高校対抗、そうなんですよ。あ僕個人だと全然強くないんで、へえチーム戦なんではいはいはい、
全然チーム戦で勝てたって感じですね。でも勉強も続けてはいったわけですね。そうですね。なんならでもあれですね、ゲームの大会の時が勉強もピークだった気にしますね。勉強も意外とゲーム高3やめたからの方がうまくいかなかったですね。じゃあまあ両立してたわけですね、ゲームと。そうです、そうです。逆に勉強1日16時間あるじゃないですか、やっぱ長いんですよね、だからどうしても朝起きてまだ16時間もやんなきゃいけないのかみたいな、それがゲームやってると多くて66とか77とかしかなんないんで、なんだなんだすごい、はいはい、まあ多くてますよ、全然やんない日もあるんで、それこそ日付覚えてるんですけど、まあ、ゲームのあの全国大会8月14日で、その4日後鉄力のテストあって、で8月18日でそこで僕数学一番上のクラス入ったんで、一番ピークですよその時。すげえ、じゃあもういろいろ両立できてたわけですね。それ以外何もやってないですからね。で、ね、東大入って、あ、もう最初から科学を決めてたんですか、でも行くの。いや、最初コンピューターのことやりたいな、あ、そうだったんです、思ってたんですけど、人気すぎて、あ、情報とか、そうですね、人気ですもんね、どうしようかなってなって、でも科学科だと授業は英語なんで、唯一理学部で授業全部英語なんで、そうなんですね。物理僕ちょっとあんま受験生時代から分かんなかったんで、まあやるのは科学かなっていう。なるほど、じゃあもう英語に常に触れてる。最近そうですね。でも論文とか読めないですけどね、全然まだ、全然まだ読めないですね。じゃあきっと次は早稲田の方が、あれまた解くみたいなのがいずれ出てるかもしれませんけどやっぱでも理系の人が解かないと早稲田理工の問題って分かんないんで、本当に文系の人たちらしいですね。もういずれね、もう総田君のドッキリみたいな感じ、いきなりチャレンジする、ああ森鉄チャンネルあるあるいきなりやんないと、まあまあ多分あの田橋さんがね、東大また受けるみたいなことを、え、本当ですか。風の噂聞いたんで。そうですよ、あのさんまのね、あの番組出てましたもんね。ああそうですよ、ちょうど1年前ぐらいですね、うん、あれってどう、なんかオファーとかいろいろある。あ、そうですね、僕はツイッターから来たんで。あ、なるほど、河野玄斗の本物さんと、はい、本物さんとっていうのもおかしな話だけどただの偽物っすか、ね、本当にあってってことは、そっか、2人が同じぐらいの身長になるわけですね。いや、同じなんですよ、まさに。そうだ、そう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 、河野さんもでかいんですよ。河野さんはでかいですよね、身長。そうそうそう、でかくて、2人ともそうだ、同じぐらいですね。この間会った時、本当だ、大きいって聞いてたと思って、そうだ、フーミンがでかいって言ってたから。あ、そうですね。そう、フーミンが、あ、この面って意外とでかくてびっくりしましたって言ってたんで。ここ全員一緒なんですよ。僕とこのフーミンさんとゲントさん。ここ全員横並びたことあります。身長同じです。噂の森鉄先生じゃないですかって言われましたけど、ね。そうです。誰から噂なんですか。そうそう、誰から噂なんだろうと思って。今後のその活動的なのはどんなのを考えてますか。いや、でも今すっごい悩んでますけど、はい、まあ自分で塾も始めたんで。ああ、そうですね、はい、まあそれはやっぱりすっごい充実してるんで、うん、続けつつ、うん、それと大学に今追われちゃってるんで、うん、YouTube 本ちゃんがちょっと更新止まってるんで。ああ、そうですよね。本当 YouTube 続けるの大変ですからね。いやー、すっごい常々思いますね、はい、なのでそれもまあやっぱり YouTube も、うん、チャンネルで100万いったらいいよなーっていうのが、ああ、なるほど、夢としてあるんで、それはやっぱどっかで追いたいですね。ああ、それを狙って概要欄にチャンネル貼ってあります、ね、ありがとうございます、はい。今 YouTube の内容はモノマネがメインですか。まあモノマネですけど、だいぶシフトチェンジした。あれも高3、9月、うん、あれですよ、コロナ禍で全然勉強できなくなっちゃって、うん、めっちゃ成績に犯されて、で、うん、高3、9月焦りから YouTube 始めたんですけど、あ、ほう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 、その当時は受験生チャンネルで。あ、そうですね。で今やモノマネチャンネル。モノマネチャンネル。身長ってちなみにいつからこうと思った。小学校小さかったですね、うん、小学校は145ぐらいで、うんうんうん、中1、中2ですね。あ、中1、中2でもボーンと、うん、そうですね。僕も中2から身長変わってないんで。ああ、はい、まあ、多分そんな感じですね、僕も。ですね、はい、僕は多分中中のストレスですね。中中のストレス、へぇ小腹で横ばいの時あったんで、ああ、多分で、中1からドカンなんで、まあ、なんかあったんじゃないかなって。ということで、僕は須藤さんにおいでいただき、はい、渋々生活をちょっと聞いてみました。楽しかったですか、でも渋々は。あ、渋々めっちゃいいと思いますよ。あ、チャラいはチャラいですか。いや、どうなんですかね、結構真面目な人でも多いと思いますね。真面目な人多いですね。じゃあぜひ見てみてください、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。